美味しい、これ美味しい。確かにドレッシングもあんまり、あの脂っこくなくて、ね、あさり見た目とちょっと違う味するね。ね、そうですね。ヒミルクの独特のね、あの燻製の感じが、おかかケイト、おかか、あのケイト好きな人いる。豆の香りもいいっすな。そうですね。この豆、豆合うんだな、こうやってね、クリームのね、すごいボリューム感がある。もう買ってみてご自身で食べれるのは瞬時に分かるってやっぱすごいんですよね。大丈夫ね。あ、豆の香りがいいんや。そうなんですよ。クリームとね、豆と合うんや。